僕の名はリオン。そのマシン見たことのないタイプ。ガンブラスターのことか。ガンブラスター。ああ、お前たちのマシンと同様、世界グランプリを戦うために開発されたマシンさ。そのマシン、グランプリマシンなのか。まあな、もっとも開発が遅れちまったおかげで前回の参戦は間に合わなかったけど、だが次のグランプリで衝撃的なデビューをしてやるよ。なるほど。それでグランプリ開催前に腕試しに来たってわけか。まあ言ってみれば実践テストみたいなものさ。幸いここはタイプガンマに学習させるにも絶好の舞台だしな。タイプガンマ、次世代型 GP チップさ。次のグランプリ、ガンブラスターとこのタイプガンマで僕たちの優勝を狙うつもりだ。なかなか興味深い話だ。この大会、てっきりグランプリレーサーしかいないと思っていたが、君のようなレーサーも来ていたからな。お前もグランプリレーサーだろ。まだ名前を聞いてなかったな。僕の名はユーリ、 SSR シルバーフォックスのリーダーだ。シルバーフォックスのユーリ。どうやらガンブラスターに戦わせておいて損はない相手のようだな。僕も君のマシンには興味がある。次のグランプリのためにもデータにないライバルマシンの実力は見ておきたいものだからな。それじゃあこっちもデータ研究といこうか。よし、勝負だ。これも勝負だ。悪く思わないでくれ。まさか。なんとか振り切ったか。
手を向けるほど甘い相手ではないと思っていたが、まさかここまでやるとはな。油断も手加減もしたつもりはない。僕の乾杯だ。ガンブラスターとか言ったな、そのマシン。ああ、それがどうした。いいマシンだ。ロシアに戻ったら早急に作戦を考えなければいけないな。ユーリ、強力なライバルになりそうだ。ああ、今回の負けはマシンの能力を十分に引き出せなかった僕自身の責任だ。僕のせいでガンブラスターに悔しい思いをさせてしまった。次は負けない。僕も今のままでいるつもりはない。次に会った時も全力で勝たせてもらう。この借りはグランプリで返すぜ。楽しみにしている。また会おう。意外って顔してるね。私程度のレーサーがここまで勝ち抜いてきてるのがそんなにおかしかったかい？いや、すまない。そんなつもりは。冗談だよ。相変わらず真面目なやつだね。シルバーフォックスのユーリか。せっかく順調に来たっていうのに厄介な相手に当たっちまったもんだ。個人能力だけで見ればお前はグランプリ参加メンバーの中でもトップレベルのレーサーだからね。そんなことは。で、私が言ったんじゃないよ。コーチがそう言ってたのさ。コーチ？ああ、君たちに新マシンを持ってきた彼か。そう。まあ、コーチは間違ったこと言わないから、多分そうなんだろうね。私もお前の走りを見てないわけじゃないから、その辺は疑ってないよ。僕も君の走りを疑うつもりはない。少なくとも君らのマシンの能力はかなり高いものだと思ってる。そうさ、お前の言う通り BS ゼブラはグランプリであの程度の成績しか出せないマシンじゃない。私は BS ゼブラを授けてくれたコーチにそれを証明するためにここへ来た。この大会で今度こそ完全な勝利をつかんでみせるよ。完全なる勝利？ああ、だから私は最後まで負けるわけにはいかない。もちろんお前が楽に勝てる相手じゃないことぐらい分かってる。でも勝つのは私だ。悪いが負けるわけにはいかないのはこっちも同じ。勝負だ。行け！オープンだ！
これも勝負だ。悪く思わないでくれ。負けた。まだ何か足りないっていうのか。僕も祖国で待っている仲間に優勝を誓った以上、負けるわけにはいかない。悪く思わないでくれ。くそ、コーチ。君のコーチ、そのマシンを見る限りかなり実力のあるレーサーのようだな。できれば一度戦ってみたいものだ。ダメだ、お前とは戦わせない。え？コーチは私を信頼してくれたからこの BS ゼブラを授けてくれたんだ。お前を倒すのはコーチより私の方が先だ。私にはまだ足りないものがあるけど、コーチの信頼を裏切らないためにも私はもっと早くなる。だから次にお前を倒すのも相手はこの私だ。そうか、勝負したければいつでも来い。待ってる。だからそれまで負けるんじゃないよ。Thank you.